花21歳女子プロレスラーです今は今年で4年目になりました所属している団体はスターダムっていう女子プロ団体に所属してます一応ヒールレスラーとしてまあでも自由奔放な感じでまあほに自分のやりたいことをやるっていう感じで今は ユニットがいくつかあるんですけど東京サイバースクワットっていう自分のユニットを作って、まあ、一応自分がリーダーダとしてまきっかけは私の母親も女子プロレスラーで,でずっと母親から「あなたは普通の職業にはつけないからあのプロレスをやりなさい」って言われてそれであの最初は断ってたんですけどもう最後は「分かりましたやります」って言って。 あのデビューしましまた。得意技はまん固めが得意技まん固めとミサイルキックとビッグブーツミサイルキックはコーナートップから飛んで相手にドロップキックっていう両足で両足跳びのキックビッグブーツは相手の顔面を蹴りますまん固めは関節技です 仲間から「中身が童貞っぽい」とか言われたりとか冗談で「処女」っていうあだ名が付いてたりとかそういう恋愛経験に乏しくて男性と密接に関わるっていうのが今まであまりなかったのでそこはどうなんだろうって感じなんですけど恋愛を絶対にしてやるっていうよりかはなんか人間を。 いいいろんなな人間を知りたいみたみ気持ちが強くて、まあ、でもそうは言っても割と惚れっぽい方だと思うんでもしかしたら結構すぐ好きになっちゃったりとかするのかなと思って恋すると例えば気になる人がいてその人が全然関係ない女性と話したりとかしてても「絶対付き合ってる絶対付き合ってるじゃん」とか思っちゃうタイプです。 だから好きになったりとかしてもこうめっちゃ様子を見ながら行っちゃうかもしれないです。特定の人とどこどこに行くとかがあんまりできなかったのでで一瞬彼氏ができたけどプロレスやるってなって。 で、プロレスやってる時は本当プロレス第一で、まあ、今もなんですけどずっとやってきたんで他の同年代に比べたら経験が少ないんじゃないかなって追いつきたいっす <laughs> <laughs> タイプはおじさんでおじさんって言うと、まあ、40代50代とか言われるんですけど私からしたら20代後半からもおじさん認定してるので。でも、年齢が 年下とか同い年ぐらいだとしても中身が自分よりこう成熟してるなって思ったらなんか自分より強い人がいいかもしれないです精神面でもいいし体力面でもいいしなんか自分より何かがこう優れているというか勝ってる人はこう好きになりやすいのかもしれないですね。 まあ、ちょっと前とかだったら浴衣着て花火大会とかあと浴衣着て夏祭りも行きたいしあとナイトプールとかも行ってみたいなって思うし普通の昼のプールも行ってみたいなって思うし海,海も行きたいです。やりたいいいこといっぱああるんですよね。<laughs> はい、あと美術館とかもいいですね動物園も行きたいし遊園地とかも行きたいし川とか山とかも行きたいしいっぱいあります。<laughs> 今 新日本プロレスさんとか男子のプロレスは結構知ってる人とか見に行くよっていう人が多いんですけど女子プロレスってやっぱまだまだ知名度とかも低いですし、あのー、お客さんとかももっと若い人とかに見に来てほしいなって思っててその中でテラスハウス初期から好きでよく見ててもし私が出たら恋愛もできるし女子プロレスも 知っっててもらえるなと思ってそう女子プロレスを広めるためとまあその恋愛経験が乏しいんでちょっとレベルアップのためですかねまあでもあとはそのなかなかこう他人と一緒にずっと生活するってないんで一緒に生活してそのいろんな人の考え方とか。 価値観とか世界を知ってで自分相手の人とも向き合いたいなって思うし自分とも向き合いたいなってすごい思います。